中庭学内の歴史的建造物バレンシア大学はスペインバレンシア州バレンシア県バレンシアにある公立大学。スペイン第三の都市であるバレンシアはバレンシア州の州都であり、バレンシア大学はスペイン有数の歴史を持つ大学である。創立は1499年で、現在の学生数は約5万5000人である。大学の運営面では、 国内外の大学と双方向協力によるプログラムを実行しており、交換留学などにも力を入れている。2008年から2011年までの運営計画では、教育、研究に加えて文化的な面でも社会に還元していくことを目指している。ビベス大学ネットワークに加盟している。現在の学長はエステバン・モルシー・ジョ・サンチェスである。 アラゴン王国のハイメ一世の要請に基づいて、ローマ教皇インノケンティウス四世が教皇直書を発行し、それにより1246年にバレンシアのステディア・ゲネラリアの設立が決まった。大学設置に関する法がその後に定められ、1499年4月30日にバレンシアの長官に渡された。この日をもって創立としている。 そしてローマ教皇アレクサンデル6世が1501年に認定書に署名し、アラゴン王国のフェルナンド2世が、ストゥディア・ゲネラリアとしての特権を宣言した。実際の設立にあたっては、セ備ビセンテフェレールの熱心な活動と、建物自体の寄贈によるところが大きかったと考えられているが、現在では実際に使われていた建物はほとんど残っていない。設立時には、ラテン語、 ギリシャ語、ヘブライ語、アラビア語、哲学、数学、物理学、進学、教会法、医学が扱われた。学内の歴史的建造物17世紀の終わりから18世紀中がバレンシア大学の最も栄えた時期とされる。この時期にはギリシャ語、ラテン語、数学、医学の学術研究が特に盛んに行われた。 この時期の傑出した学生としてトスカが挙げられる。彼は物理学を専攻し、数学に関する卓越した業績を残した。上記以外にも人権に関する研究や哲学も盛んであったと考えられている。医学に関しては学生による多数の解剖図が残されている。また、バレンシア大学はスペインで最初に薬草に関する研究に取り組んだ。 大学でもあり、出身者には耳内で3番目に小さな骨を発見したペドロ、悲鳴のなど多くの著名な医者がいる。植物学の教授であったルイス・コジャードは、レバンテの植物について網羅的な研究を行い、多くの発見をもたらした。17世紀に大学ではトマス主義とハントマス主義で論争が起き、結果的に大学自体が2つに分裂した。この論争は、 次第に激しくなり、バレンシア王国全体に広がった。大学では、2万7千冊の蔵書があった、図書館が、スーシェ将軍の兵に焼かれた。この頃の著名なバレンシア大学の学者としては、カルロス3世の知性化で、幅広い文化的素養と影響力を持った、フランシスコペレス・バジェールがいる。またこの頃、バレンシア大学の周囲では、貧しい学生のための学料が、 次々と設立された。聖ビラノーバのトマスが1561年に設立したのが最初で、ドーニャ・アンヘラ・アロンサール、モーセン・ペドロ・マルティンなどが続いたが、最も有名なのは、コルプス・クリスティで、これは、フアン・デリベラによって設立された。また、フェリペ2世は、サン・ホルヘに、メルコール・でビレーナは1643年に、同様の学僚を設立した。 現在のバレンシア大学は教育、研究に関して多くの下部組織を持ち、幅広い分野を扱う近代的な総合大学である。バレンシア大学の主なキャンパスは3カ所あり、都心部の他にウルハソットおよびパテルナにある。キャンパス外にもバレンシア市街地に施設が点在しており、中には歴史的な建造物も,もある。 バレンシア大学医学部の建物バレンシア大学では多くの学部、研究所、サイエンスパークにそれぞれ学科などの下部組織があり、それぞれで研究活動が行われている。学内の研究所は学科や学部の垣根を超えた学際領域を扱うことに重点を置き、社会的、経済的な要請に応え、還元することを目的としている。バレンシア大学サイエンスパークは 民間企業などとの共同研究を行うことを目的としており、技術移転にも重点を置いている。研究の成果は科学雑誌、メトデ及び大学のニュースレターで発信している。ありがとうございます。